オークランド支部が50周年というのは大変なことです。50年も続けてくださるってことはね、とても外国では難しいのに、ここの支部はちゃんとしっかりやってらっしゃるから嬉しいです。行けばなんて今何ができるかということでね、その場所、土地、いろんな人たちとの交流と、もういろんな世界の方とお友達になれる、いろんな方に会える、なんかいろんな国に行っていろんなお花に巡り合い、やはりまだ行ってない国がたくさんありますんでね、もっといろんな国に行って、交流をしたいと思う。いけばなは3歳ぐらいから、90歳の人までおります。今日はね、まずあの大勢の人が来てくださった、やはりあのお花を生けるのにたくさんの人が見てくださるってことは、とっても嬉しいことで、逆にこちらも興奮するっていうか、楽しませていただきましたということですね。やはりあのオークランドの人たちが、いけばなにこんなに関心があるってことに、とっても嬉しいってことです。それといけばなで世界平和をね、会では狙ってますのでね、ぜひ、いけばなを通して世界平和ができればと思ってます。